レターバックでいいんじゃないかと。そうなんですよね。レターバックでぶっちゃけいいと思います。だったら、レターバックの場合はライト370円プラス520円で送れますけど、ね、下にも書いてあってますけどね、ライトで十分だと思います、私の場合は。うん。原則でこれも再生分配達。これ大事なのは、レターバックは原則再生分配達です。実は、再生分保証ではないんですよね。ここはね、意外とね、忘れがちなんですけど、で、普段は忘れとっても、そんなに関係はないです。基本的には届けますから、再生日と同じように届くんですけど、その再生日保証じゃないよ。例えば何かでね、瓶がいっぱいになってしまったときは、レターパックのライトから、先に外されるとかっていうルールがありますんで、届かんかったんやないか、保証なかったんか、って言ったら、完全保証じゃないんですよ。純速達とかって言い方したりする人もいますよね。郵便局とかによっては。ですので、それはないっていうのは頭に入れといてもいいかもしれませんけど、これ追跡機能もありますし、で、まあ、対面がどうしてもいいよっていう人はね、対面の520円でもう送ることができます。まあ、そう考えるとね、で、これ結構なお収まりできますからね。結構いろんなプレゼン資料とかもわーっと入れるような方、ね、どうなんでしょうね。ふと思いつくのは医療関係の転職とかかな。まあ私が医療関係の転職とかしたわけじゃないんでね、あんまり詳しくわかりませんけど、なんかね、資料とかドーンってね、多そうじゃないですか。まあそういうのでね、送るような場合でしたら十分有効だと思います。で、ここでね、プラスは対面授受だけライトでいいんじゃないかなって思うのは、特に大企業の場合はね、基本的には郵便の量がね、ドーンってね、ケースにドーンとか届きますから、そうすると郵便箱なんかないんで、メールセンターみたいなところに持ってくんですよね。で、メールセンターみたいなところに、はい、郵便ですって言ってね、まあ別にわざわざ履歴書を開けたりはしませんしね、まあ大企業回ってましたんでね、ある程度。そうすると、ぶっちゃけ、ポスト投下のやつでもあれでも、まあ、正直言って、こういう風なプラスみたいな、これかあのサインくださいって言ってピリピリピリするのな、あ、なんかちょっとめんどくせえなとか、そういうぐらいの、イメージしかないはずです。まあ、ちゃんとプラスで送ってくるねっていう風に判断する人もいるかもしれませんけど、そもそもそれを受け取るのは大体メールセンターなんですよ。まとめてドーンとメールセンターが受け取って、メールセンターとかもしくは書務課みたいなところね、総務課とか、書務課とかも大体書務課が多いのかな、みたいなところのにドーンって届いて、その人たちが人事部のところの郵便ってまとめて入って持ってくんで、そうするとね、特にプラスでもライトでもね、あまり関係ないのかなとか、追跡の有無はね、自分で確認するのにいいかもしれませんけど、まあ、ぶっちゃけあんまり、まあまあ、もちろんポスト投函っていうところもありますよ。結構大きいところでも、うちは絶対ポスト投函でって、でっかいポストがドーンと置いてあってね、そこに必ず入れてくださいっていうね、すごいですよ。下手なあの郵便ポストにもね、郵便局に置いてある郵便ポストをね、よりもでかいような、でっかいのが置いてあるようなところとかもありますからね。まあ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 、そんなもあります。まあそれはね、もう正直で企業によっても千差万別ですから。ですけど、またちょっと気をつけないといけない。特に、その採用の、郵便物が増える時期ね、結構ね、履歴書とかをみんながわーっと送る時期っていうのはね、当然郵便物の量が増えるわけですよね。そうするとね、そういう時に限って、レターバックが燃えてしまうんですよ。まあ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 。あんまり聞いたことないですよ。私が実際に自分が送ったのが再生日からずれたなっていうのはないですね。今のところ、まあ、100通、150通くらいは送ってますけどね。まあ、ところは出てないですね。まあ、そんなぐらいの確率ですと思ってください。まあ、リスクマネジメントという意味でね、入れておいてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、いや、さっきからだんだん言ってます。保証がないです。保証がないです。じゃあ、やっぱ保証がある方がいいよね。